はい、コンビネーションです。そして今度は2位に入りました、ハンガリーのクリスティーナ・チャコーです。この人はもう世界選手権にシニアの大会に出てるんですよね。そうなんです。もう3シーズンジュニアとシニア両方掛け持ちっていうんですか、シニアでも国際試合でも活躍してますね、あちこちの大会で。これはトリプルトーループ、はい、そしてダブルトーループの、トリプルトーですね。そうですよね、はい、そしてコンビになったわけですね、ジャンプ。やはり安定してますね、このチャコーもですね、先ほどのスルスカヤと同じ実は14歳なんですよね。大人の雰囲気が、そうですね、ちょっと違いが感じられますね。そして大技ルッツ、生まれた次の年にはもう1歳で氷の上に乗ってたそうですね。そうですか、随分早いですね、やはり滑りの安定感というのは違ってきますか？そうですね、それと彼女もこうジャンプエレメント技をですね、わざと技をやってるっていう感じだったのが、非常につなぎがやはり年々洗練されてきたっていうんですか、はい、去年のシーズンでは国内のジュニア、シニアともにチャンピオンでした。スケート体でも4位、ヨーロッパ選手権は6位という成績を残しています。疲れてきてますね、動きが少し悪くなってきてます。それとちょっとスピード感に欠ける感じですね、ちょっと陥ったのが惜しいですね、はい、前半素晴らしい出だしだったんですけれども、ご覧のような得点です。ハンガリーのクリスティーナ・チャコ、テクニカルプログラム、フリーのプログラム、いずれも2位でした。総合で第2位でした。趣味はテレビゲームという14歳の女の子ですが、こうやって滑り終わった後ファンから花束をもらうんですよね。なかなかジャンプは高い。